にちは、金子でございます。ということで本日の食材がこちら、よいしょ、海竹っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、おしまいして本日の食材がこちら、海竹っていうことでね、今日は激レア貝でございます。めちゃくちゃ珍しい貝が入りました。こちら海竹という貝でございます。これ何が珍しいかというとですね、有明貝のみに生息する固有種の貝なんですって。で、ほとんど流通しません。で、今日その激レアな貝が入りました。前から欲しい欲しいと取ったんですけどね、やっと入ったみたいです。こちらです。これ皆さん何かに似てませんか？そう、ミル貝にそっくりですよね。それも白ミル貝そっくりです。白ミル貝はね、この水管のところが白いんですけども、この海竹はとても黒いですね。で、貝殻もちょっと変わってますね。白ミル貝はツルッツルなんですけど、この海竹はね、ザラザラしてます。で、こう見るとね、このお尻のところがこう白いんですよね。なんかちょっと、YouTube というこの場では表現しにくいような貝です。難しい。俺の口からはとってもね、何に似てるとか、そういう具体的な表現はできません。申し訳ないです。本当はね、ビシッとこれだぞって言いたいんですけどね、なかなかいないんですよね。で、こちらの貝なんですけど、基本的に食べられるのはこの水管のとこだけですね。内臓とかはあまり食用にはしないみたいですね。ほんでこれかなりしぼんじゃってるんですけど、市場で並んでる状態はもうこんな感じなんですよ。これもう水管がもうパッツンパッツンでね、すごいですよね。本当にすごいですよね、これ。やばーと思って俺が見たとき。で、まあ1日経つとこのぐらいしぼみますよということですね。まあ、しぼんでるからといって死んでるわけではありません。ちょっと弱ってる感じですね。で、なんで海竹っていうかというと、水管が竹のように伸びているから海竹って言うんですって。はい。というわけで、今日はこちらの海竹を使いまして、3品作っていきたいと思います。1品目。やっぱり素材の味を。一番楽しむにはこちら、お刺身ですね。で、お刺身と今日は焼きも作りたいなと。塩焼き。火を通すとどんな味になるのか。で、3品目。久しぶりにね、天ぷらでいこうかなと。貝の天ぷらはね、うまいですからね。というわけで今日はこちらの3品でお送りしたいなと思います。よし、そしたらじゃあ元気の良さそうなところを3匹ほどさばきましょう。これね、一番元気いいんですよね。絶対もうこれは間違いないと思います、こいつは。貝殻がね、むちゃくちゃ薄いですね。わかります？この貝殻の薄さ。ほら、もうね、ちょっと手で押しただけで割れてしまうんですよね。よくこの状態で取れたなって思うぐらい柔らかい。卵の殻ぐらい柔らかいですからね。まあおそらく取り方は手彫りなんでしょうね、これ。どれも生きてることは生きてるんですけど、触って動くような鮮度感のやつをやっていきたいと思います。で、ちなみにこの海竹なんですけど、お値段が1個800円ぐらいです。じゃあまずはお湯を沸かしましょう。お鍋に水を入れて、火にかけておきます。このお湯は皮を剥くために使いますんで、まずはこの殻を外していきます。ミル貝と一緒で殻の側面に包丁を入れていきます。めちゃくちゃ柔らかい。で、貝柱がね、ないですよこれ。貝柱がないんだよな。どこで繋がってるんだろうこれ。貝の隙間に包丁を入れて、ペリ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 と。よいしょ。そしたらミル貝と一緒で、ここに内臓がついてますんで、内臓を取り外します。うわっ！何これ？ミル貝とはまた構造が違いますね。この肝もね、こんな長細い尻尾みたいなのがついてますね。水管の中にこう入ってたんでしょうね。ブリッと出てきました。なんか魚みたい。こんな感じで泳いでそう。で、この状態になったら白ミル貝みたいなもんですね。もう一度いきますね。まず貝の隙間に包丁を入れて、両サイド殻を外していきます。よし。で、引っ張って殻を取り外すと。すごく殻は外しやすいですね。こっちにお腹の肉がついてるんで、反対側ですね。反対側向けて、ここ、ここの付け根を切って、つるんと取ります。こんな感じですね。で、こういうちょっと泥が入ってるんで、泥を取りましょう。これね、泥ですね。結構泥っぽい貝です。これね、手でいけるんじゃないかな。あ、これ手で剥けますね。ほら、簡単に剥けるわ。これ包丁いらないですね。手の方がこれ綺麗に剥けますね。で、手で剥いたらここに手入れて、内臓を取っちゃう。ブリッと。あ、包丁いらずの貝ですね。はい、こんな感じに水管だけにできました。で、熱湯の中にこちら、海竹を3秒から5秒ぐらいですね。しゃぶしゃぶしゃぶと。あんまりやりすぎると煮えちゃいますんでね。もうこんなもん。そしたら氷水にポトンと。
1,2,3,4,5 こんなもんです。入れてしゃぶ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 、ちょっと皮が柔らかくなったら取り上げて冷水に、はい、この状態になりましたら皮むいていきます。多分ねこれ剥けると思うんすけど、剥けないか、これ剥けないタイプか、これ白ミル貝とは勝手が違う。もっと簡単に湯剥きできると思ったんですけど、なんか剥けないんですけど、ちょっと失敗っていうか、これどうやって剥くんでしょうね。白ミル貝とか本ミル貝みたいに膜があってピロピロピロとめくれると思ったんですけど、なんか違いますねこれ。そのまんま泥がついてるっていう感じですね。でもなんかここするとね、だんだん綺麗になってきます。これでいいのかな。これ流水でこうやって洗いながら取った方がいいかもしれませんね。あと一番有効なのはこういう綺麗なたわしでこする、これが一番いいのかな。これどうやって取るのが正解なんですかね。こう先端の方は綺麗に取れるんですけど、根元ですね、根元がねちょっと残っちゃいますね。結構擦れば取れるな。これたわしが正解ですわ。たわしで思いっきり擦ってください。これほら取れてきました。はい、こんな感じですね。もう一回いきましょう。この状態からたわしでコシ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 。え、これね初見の人は分からんわ。これ辺おじも欲しいって言ってたんで、辺おじの分も買ったんであの量なんですけど、あの人どうやってさばくかな。多分初めてさばくと思うんで、多分僕と一緒の間違いを起こすと思います。あの人も湯むきして、あれこれ取れないじゃんって言うと思います。あ、こいつが一番しっかりしてますね。根元がすごく分厚いです。これお刺身にしましょうか。いきますよ。真っ白になる瞬間気持ちいいな。これで、この状態になったら、この水管の中が汚いので、ノズルに入れて、水を出すと。皆さん、これは決して遊んでるわけではありません。水管の中に入っている泥を効率よく抜くやり方です。差し込んで、ほら、最初の一発目はかなり黒いですね。で、内臓が残ってたらこの段階で内臓を抜いちゃうと。結構泥っぽい貝ですね、これ。しっかり洗ってあげないとダメですね。よし、そしたらお刺身から作っていきましょうか。この一番分厚いところいきましょうか。まずお腹の肉を落として、で開いちゃいましょうか。ほんとこれ付け根が太くて根元が細いですね。はい、開くとこんな感じです。真っ白ですね。で、中身をこうやってペーパーで、拭いてあげます。ちょっとこの両筋にね内臓が残ってますんでね、これ取っちゃいます。で、ここ落として、で、あとはもうお好みに切っていきましょう。飾り包丁入れて、で、半分に落として、あとはこうやってスライスしていきましょうか。こういう感じで、こう反り返るの分かります？まだ生きてる証拠です。あんだけしぼんでてもまだ生きてるってことですね。はい、8切れできました。そしたらお皿にスマ、大葉で海竹を乗せていきます。で、ちょっとみょうがも添えて、はい、これでお刺身の完成で、焼きはこれを開いて、こういう感じで逆包丁で開いていって、よいしょ。長いなぁ。で、一口大に切って、で、これ塩水を用意してあります。で、塩水の中に漬け込んでおきます。で、食べる直前でこれ出して焼いて食べていくと。なんで、とりあえずこちらも完成。じゃあ次、天ぷら行きましょう。天ぷらはこの、ブリッとした太いところ、ここを切って、ほら、やっぱね、残っちゃうんですよね。これね、ここ両サイド。これはしっかりと取ります。ペーパーでゴシゴシと取っていきます。削った方が確実かもしれませんね。はい、こんな感じ。そうしたらあんまり天ぷらを小さくすると良くないと思いますんで、半分でこのぐらいの大きさでいきます。で、水管の先端部分。で、3切れですね。で、水気をしっかり落としまして、今日は即席天ぷら粉でいきます。
さあ、そしたら揚げていきます。で、揚げていく前に今日の飾りでこういうの使ってみようかなと。稲穂です。この稲穂を油の中に入れると面白い現象が起きるんですよ。ちょっとやってみますね。いきますよ。さあ、来い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 、来た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 。ほら、ポップコーンみたいにね、中に入ってるお米がはぜるんですよ。ちょっと何個か飛び出しちゃいましたけどね。こうやって上手にくっついてきてくれる子もいます。これね、唐揚げとか天ぷらに盛り付けるとすごく綺麗です。もう一回いきますよ。パパパパパパパーっと、フリフリフリーとするのがねポイントですね。あ、来た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 。お、これめっちゃ綺麗にいきましたね。あんまり剥がれないで。お米も揚げるとポップコーンみたいになるんですね。意外と知らなかった人いるんじゃないですか。さあ、そしたら海竹を揚げていきますね。天ぷら粉にたっぷりつけて、今年一番ぐらいに油盛り上がったけど、綺麗に上がらんかった。水分めっちゃ取ったはずなんですけどね。多分この貝むちゃくちゃ水分量が多いんだと思います。そういや、海竹調べた時にネットにも書いてあった気がします。基本的には干物にして一度乾燥させてから焼いて食べるんですって。だから生の状態だと多分むちゃくちゃ水分が多いんですね。まあいいや、それも経験ということで。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあまずはこの塩焼きから用意していきましょうか。網の上に乗せていきます。いい塩加減がついてると思いますんでね。干物がうまいっていうことはね、おそらくこの食べ方も美味しいと思うんですよ。だいぶ水分が出てきますね。なんかクラゲみたいですね。白ミル貝とはまた全然違います。これ 50% ぐらい水でできてます。まあ火は通ったかな。貝はあんまり焼きすぎると良くないんで、もうこのぐらいにしておきます。よし、じゃあ食べていきましょうか。じゃあ揚げたてのうちに天ぷらからいきましょう。こちら天ぷら、いただきます。かって、やばこれ。あ、でもかてえけどむちゃくちゃうまい。噛めば噛むほどうまいエキスが10個10個出てきます。白ミル貝なんか比じゃないぐらい旨味が強い。ほんでえぐみとか癖もないですね。うまい。天ぷらめちゃめちゃ良かったです。じゃあ次焼きいきましょうか。いや、焼きの前に刺身いきます。あんまりお醤油つけたくないですね。ほんとちょこっとで、ちょんちょんで、このぐらいでいきます。いただきます。これは不思議だわ。天ぷらはあんなに旨味が濃かったのに、お刺身だとまるで旨味を感じない。ほんでね、この皮目のところがすごくシャキシャキしてますね。白身の貝にはない食感です。で、気になる皮の剥き方なんですけど、どうしても黒いところがちょっと残っちゃうんですけど、これ気になりません。別に口の中に残ったりだとか泥臭かったりだとか一切しませんね。なんで皮のめくり方はあれで正解かなと思います。お次はこちら、焼きですね。いただきます。うん、うま。なるほど、この貝は火を通した方がうまいですね。天ぷらほど硬くはない、ちょうどいい硬さですね。刺身と天ぷらの中間ぐらいの硬さになってます。で、旨味も焼くことによってギュッとなってますんで、刺身より旨味が濃いです。うまい。はい、ということで今日はこちらの海竹のフルコースときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でん、ゲームのやつ。よっしゃー、貝のお刺身とビール、これ合うんですよね。特にこのちょっと生臭系のね、この貝とはね、よく合うんですよ。はい、こちら7対3、いただきます。染み渡りますわ。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、
今日は国内でも本当にごく一部の海域でしか取れない海タケという幻の貝を使って天ぷら塩焼きお刺身で食べてみましたけど もう貝好きの僕としてはどれも美味しかったです。もっと癖が強い貝だと思ったんですけど、全然そんなことなかったですね。まあ、見た目からは想像できないお上品な味の貝でございました。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。